はい、高川神社やってきましたね。どっちが神社あるんかね、分からんね。初めて行きますからね。どこですかね。ここいろいろ書いてあるけどね。本殿、国指定の重要文化財。あ、これね、ここで見たらわかんないわ。高野神社用内案内図。今ここ、ああ、そこから入ってね。そこから。で、本殿があって。おお、初めて来たんだけどね。用途、横は通んねんけどね。おおおお、こんな感じで。高野神社ね。はい、失礼します。失礼します。はい、はい、ありがとうございます。おお、こんな広がったんか。これはどうし。おおおおお、池があって。まあ、今日は人いないね。雨が降ってるからね。霧でね。霧でものすごいんですよ、今日は。おお、看板がいっぱいおります。おお、これは失礼しました。すごい大きな神社でございました。おお。鴨がいっぱいでございます。鴨が。おお、すごいね、この本殿が。まあ、なかなかね、すごい。マット木かね、これ。すごいんだけど。ねえ、何百年か経ってるんだけどね。本殿でございます。本殿ね。本殿わからんと、よくちょっと行ってみるか。横から上がれないんかね。上がれないな。横からちょっと上がれないみたいな。ここから、この辺から上がれると思うと上がれないです。こんなんだよね。ここなんだろう。本殿は重要文化財なんです。おお、これ何？平成の大修理。おお、修理されたんかね。ここは何があるんですかね。あ、ここはもう 何もないんだ。この裏山を見るとね、なんか昔古墳だったかなって感じしてしゃあないんだけどね。こんなね、山になってるから。入山禁止になってますね。もうほんまに古墳ですよ、これね、昔のね。神社があるから間違いなくこんな可能性あんねんけどね、これ。はいはい、あのね、こっちから、ね、あ、登れたんやな。もともと、階段があるけど登れたんだよね、もともとはね。あ、登れるんや。登れるんですよ、こっちから。登り乗ってますか。ちょっと本殿行ってみましょう。これ、これ行けるんじゃろ？これ。こういうふうに行けるんだ。ほら、これね。登れるようになってますね。作ってくれたよね、階段をね。あ、これがね、大改修されたんだな。はい、はい、はい。安全のため、ここは、ここはね、今のところ、とうとう上がんなきゃいけないわ。安全のためにね。はい、安全でございます。
い、失礼します。天文12年撮影はあかんねんて。悩む時にお母さん撮影があるらしいから、こっちから降りてみましょうかね。降りかね、こっちから降りましょうか。こちらちょっと滑るな、これ。撮影はご遠慮ください。お、これ見ると右曲がれんのか、これ。池の周り回れるかもしれないかね。これ、これ。池の周りを回れます。よう分からんだけどね、神社にね、いっぱいいろんなの、こう、何の音や、何の声や、こういうのね、こういうのを神様が立てるやろ。喧嘩しないのかね、神様同士で。これ、これ、ここみたいな感じしゃないんだけど ね。横池があるってことはね、神笛としたらね、普通の山じゃないかもしれないね。いやすごいですよ、これ。こんな広いとはね。横通ってはね、ちらっとしか見えないからね。これ見なさい、これ。これ。はい、失礼します。大明神でございます。お稲荷さんです。いやこれは右の山、左の山で、どうだろう、これ。古墳の可能性があるね。わしらが見るとすごく古墳に見えてしゃあないんだけどね。はい、ありがとうございます。はいはい。で、ここは、ね、お稲荷さんです。稲荷の奉納でございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。これは行けないから、まだバックしましょう。これはバック、はい。ちょっとね、下石が滑りそうやから、滑らないか、ちょっと不安やね。で、上が、あ、届かんだけど、あまり低いからね、届くような感じで届けへんねんけどね。これ1m80ぐらいあります、上はね、高さが。はい、だからまた右に曲がってみましょうかね。いや広かったですね、こんなにね。見てください、これ。うわー、どこからね、池をね、一回くるっと回ってきましたけどね。広いんですわ、ね、こんなんで。この後ね、5万人の森にちょっと行こう思ってね、おるんやけどね。ここはどうしても一回ね、見とかなんな。高間ヶ原飛行神社やったっけ。行った時にね、ここはね、なかなかね、昔は。はい、ありがとうございます。これどうすんのやろ、これ。これはもう道じゃないね。これを言うと取るしかないね。ちょっと行きませんね。こんなんでございます。まあ木がね、大きい木がいっぱいあるんやけどね。ちょっと回れないよね。一瞬くるっと回れるかなと思ってね、入ってきたんですけどね。横に池があってね、池にはいっぱい雲がいっぱいあります。手が冷たいことね。8度か9度でもっと冷たいね、これ。いやー、田んぼがいっぱいやわ。向こうの方にね、すごい数おります。
坂鴨神社中ぐらいから鴨おるんか、そういうことかい。これはちょっと分からへんけどね、うん、感じがね。左はやっぱりね、なんか古墳みたいな感じしゃないんだけどね。後で見てみましょうかね。横が池があるから、こんな横をね、これを豪にしてね、黒と豪にするとね、前方こういう風に感じがしないではない。ね、可能性はなんか横ずっと回ってるからね。ここがこんな感じやったら、これが丸いからね、こちらの方が後円墳っていう感じだね。どうでしょうかね。なかなかすごいのこの木は、ね、はい、これです。初めて見ましたけどね、よく飛んでいる子はね、はい、鴨さんがいっぱいおりますよ。どれを追いますか、どれぐらい。鴨さんは。どれが追う？50パーくらいおるかもしれないね。ちょっと木産で、はい、こんなんです。これ誰ですの？ちょっと用語が分からんな。はい、行こう。よっしゃ。おお、あっこにほら、あっこでくれんねやわ。おお、あそこに縁がありますね、縁が。入れないみたいなね、入れないらしいですけどね。ここの道行くとよく通る道じゃね、これね。神話の世界もね、いっぱい残ってます、この辺はね。ああ、なるほど、そこから降りれたんですわ。そこからね。こっから降りたんです、これね。高間彦神社が 2.7 キロ。2.7 キロですわ。で、この下にね、古道ね、勝平古道ね。そこだか。ここはなんかないの。西サビ。西サビって何だったんやろな。西サビって地名かな。ちょっと分からんけどね。はい、ありがとうございました。高鴨神社。くつらぎの道。これは何て書いてある。ね、中を。去年ずーっとね、いろんな人歩いてたね。で、ここがね、蕎麦屋さんかな。蕎麦屋さんは今日おらへんだけどね、ちょっとね、何も買ってこなきゃいけないけどね。はい、ありがとうございました。観光案内図でございます。何が載ってるんでしょうね。ちょっと小さすぎてわからんね。